今回はね、試練の続きやっていきたいと思います。で、塗装をねしたんだけど、前回ねデカール貼ったと思うんだけど、その後ねクリアを拭きました。拭いたのはねセミグロスクリアなんだけど、前回ねこの辺りでクリア切ってデカール貼ったと思うんだけど、目立たないよね。ちょっとねカメラで見ると少し目立つかなっていう感じがあるかな。カメラで見た方が大げさに違うように見える気がするけど、目で見るとね、まあ若干は違うんだけど、わかんないレベル。ちょっとこっちの方がツヤが強くて、こっちがねちょっとマットな感じがあるんだけど、まあそんなにわかんないかな。まあ本当のことを言うとね、ちょっと手抜きしたんだよね。本当にツヤのトーンを揃えようと思ったら、こっちまでね一回デカールの上とか全部普通のねツヤありのクリアを拭いて、その後にねツヤの調整、フラットでもいいしセミグロスでもいいしを拭いてあげてね、ツヤの調整をしてあげると均一なね綺麗な状態に仕上がるんだけど、ちょっとね雨がひどくってね、そこまでやれないなと思って、晴れた日にね一気にバーッともうセミグロスクリアをね拭いちゃったので、若干まあわかるかなっていう気はするんだけど、まあでも肉眼で見るとそんなに目立たないかなって感じ。ツヤのねトーンをねしっかり揃えたいっていう人は、もう1回目はね別に1回目で拭いてもいいんだけど、1回目はね別にデカール貼るところだけをクリア拭いてあげてね、でデカールの上からね被せるときに1回目をね普通のツヤありのクリアにしてあげて、全体をきれいに拭いてあげるといいかなと思います。であとねこの間言ってた細かいところね、ここなんかも塗りました。ここコクピット色なんだよね、なので塗りました。で見えるかな、デカールの余白はまあまあ目立たなくなってるかなと思います。シルバリングも起こしてないしね、こんな感じと。まあカメラでねこれよっぽどアップにしてるんで若干見えるかなっていう感じはあるんだけど、まあまあほとんど目立たないよね、ほとんど目立たないかなと思います。シルバリングとかはね全然起こしてないです、こんな感じと。ああそうだそうだ、シルバリングっていうのは何かっていうと、シルバリングっていうのはこれねデカールを貼ったと思うんだけど、デカールがねきちんと貼れてなくて浮いてる場合に、模型の塗装面があってデカールがあるんだけど、ペタッとしっかりね密着してればいいんだけど、密着してないと間に空気の層が入っちゃうよね。でその上からねクリアなんかかけた時に目立ち始めるんだけど、空気が入ってるんで屈折するんだよね中で光が。だから妙なね反射をしちゃったりだとか白っぽく見えちゃったりだとか、そういうね現象が起きます。白っぽく見えるんだけど反射でねこうすごく目立つんでシルバーになったように見えるんでね、シルバリングって呼ばれてたりするんだけど、まあシルバリングは起こしてないね。裏とかも全然 OK、うん、でもうちょっとね完璧を目指すんだったら、やっぱりこれもね一回クリアを拭いてからやった方が綺麗にねデカールの段差とかも消えるかなと思います。やっぱりクリアの層がね1枚多くなるだけでも、それだけねデカールの段差を埋めてくれるので、より完璧をね目指すんだったら、うん、クリアを拭いてからその後ねツヤの調整っていう風にいった方がいいかなと思います。で別々で塗ったんだけど、うん、別におかしくないね。別々で塗ったんだけどツヤのトーンは揃ってるよと。じゃあね早速組み立てていこうかなと思うんだけど、まあ弱い部分からねちょっと組み立てたいので、足からだね。でまあ今回使うのもね速乾タイプと白瓶ね、
がいいかなと思います。まあほとんどね速乾タイプでいいとは思うんだけど、もしかしたらあるかもなって感じ。白瓶を使うところはで、タイヤなんだけど、タイヤはね黒く塗っといて、これね、これ最近タミヤからも出たんだっけ、これ長谷川のやつなんだけど、これをねこういう風に当てといて、スプレーでね、あのスプレーっていうかエアブラシだけどね、エアブラシでシュシュッとちょっとだけね当ててあげる感じで塗りました。実際には穴はもうちょっとちっちゃいかな、これぐらいかな、うん、これだね。こういう風に塗るとね、あの丸い塗装なんかすごく楽なんで、まあ、やってもらえればいいんじゃないかなと思います。でもちろんねこの辺りのパーツにもセミグロスクリア拭いてあります。でちょっとね貼り方変えたんだけど、前はねこれ両面テープ直で言ってたんですけど、両面テープね、あのまあ特にね貼る面があのシルバーだったっていうこともあるんだけど、シルバーのね内側の面をこう貼り付けなきゃいけなかったっていうのもあるんだけど、今回はねマスキングテープで貼ってます。でマスキングをね折り返して貼る人もいるんだけど、普通に貼れてるよね。これは下に両面テープ貼ってます。両面テープを貼ってその上にね裏返したマスキングテープを貼ってます。別にこっちの木にねあのテープが残るとかそういうのはどうでもいいんでね、それよりはちっちゃいパーツなんでね、こうバタバタ暴れたくなかったんで、両面テープでねきっちり貼りました。でそしたらこれにタイヤがこうで、向きが難しいぞ。向きはこんな感じかな。ちょっとねあの脚ね、ここにねちょっと穴が開いてるので、これをねちょっと参考にしながら、穴がね機体の後ろ向きなんでこうで、でこれなんかもね脚のカバーなんかも、見えないけど模様がちょっとあるんで、それが後ろ側なんで、それを参考にね向きを決めました。じゃちょっとズームしてねやっていこうかな。で車輪もこれがカバー側ね、こっちが内側。どうやって止めようねこれね、難しいよな。いきなり白瓶かな、この軸のところね、軸のところに白瓶塗っといてので差し込めばくっつくかな。見えてた？こんな感じ。もう片方やるね。白瓶をなるべくね瓶の縁で落として軸に塗っといての、差し込みのって感じかな。足はねほんと弱いんで、この辺りはねしっかりくっつけときたいなという感じかな。でそしたら今度はねカバーなんで機体の重量がかかるところじゃないんで、こっちね速乾タイプで流し込みね位置を合わせた状態でちょんとじゃーんと脚カバーつきました。1個だけね、脚カバーね1個なくなっちゃった。探したんだけどね見当たらない。まあ幸いね単純なパーツなんでプラ板切って作るかな。まあとりあえずね今回進めていって、撮影後にねもう一回探してみようかなと思います。でなかったら作ろうかなと思います。パーツってね気をつけないと、こう落とすとねすごい跳ねちゃう時があるんで、予想外にね遠くまで飛んでっちゃってね見当たらないっていう時あるんでね気をつけてください。で脚カバーね、こういうまあ真ん中にねちょっと穴というかくぼみがあるんだけど、こういうのはね穴のところにちょんと
で乾くまでにね少し時間があるんでここにね乗っけてあげると。でそしたらね今度はビリンね、ビリンを取り付けていこうかなと。ビリンがねこんな感じと。 OK。 そしたら足がこうなんだけど補強のねパーツがあるので、補強っていうかこれだね、開閉用のリンケージだね、これをうまくつけなきゃいけないと。むずくね、こんな感じなのかな、うん、こんな感じかな。じゃあ接触するねこの面だけに接着剤を塗っておいて、引っ掛けておいて、こんな感じ見えてた？でくっつけておこうかなと。ちょっと不安なので引っ張っておこうかなと。これでつくでしょ。あとでねリンクの部分ももちろん流し込み流すんだけど、とりあえずねこんな感じでくっつけておこうかなと思います。ちょっと一旦休憩しようかな。これくっつけたいんでね、ちゃんとくっつけたいので。何これ、うわーこれやっちゃってんな、後で補修しないとだね。まあちょっとね一旦休憩しようかなと思います。休憩してる間にねカバー見つけました。休憩してねえじゃんっていう話だけどね。今度はねちっちゃい方のキャップカバーつけていくのかな。でねランナーつけたまんま塗っちゃったからランナーのとこ濡れてないんだよね。タッチアップしないといけないけど、こんな感じね若干濡れてないよと。これも落とさないように気をつけつつだね。ちっちゃいパーツがね落ちちゃうんだよね、どうしてもね。白瓶ね、白瓶のハケに、ハケで塗るっていうよりはハケについてるものをこっちにねつけてあげるって感じで。これ見せれるかな、こんな感じかな。見えてた？ここにねちっちゃいカバーがつくんだよね。あの起き上がってきちゃうとどうしても干渉しちゃうので半分ねこうポキッと折れ曲がる感じ、半分っていうかもうちょっとちっちゃいけどね。でそしたらねこれタイヤ側のね脚カバー半分だね、半分を箱絵を見る限りこんな感じで外にね飛び出す形でいいみたい。リンケージであれだね、ただただパタパタ閉まるドアじゃなくてニュッと飛び出すようなリンケージになってんだね。白瓶をつけといての、のせーの、見えた、欲しいの、こんな感じ。ちょっとタミヤらしくない作りにくさというかね、というかね確かこれねタミヤで売ってるけどタミヤじゃないんだよね、海外のキットの販売みたいな、そんな感じだったと思う。よしと、こんな感じと。むずいよこれは。ちょっと要改善だな、改善してほしいよ。じゃーんとこんな感じと。まあ見えるかもしれないけどね、用地を削ってここねくさび打ち込んでるんだけど、足がね結構こっち側が動いちゃうので、左側が動いちゃうので、まあしっかりね固まるまではこんな感じでねくさびを打ち込んどいてあげようかなと思います。別に難しいことはしてないよ。用地の先端をカッターでね、用地、爪用地の先端をカッターでね切ると斜めにね
こういう風に削ってあげて、そしたらこういう風にね、あの平らな面のあるこういう 円錐状からちょっとね斜めに平らな面を作ってね、くさび状にして、でまあ長すぎるんでね、ニッパーでパツンと切ってあげて、ハサミでもいいと思う、ニッパー傷むの嫌だっていう人はハサミでね切ってあげて、で、軽くね差し込んでからピンセットとかでね、トントントンと軽くね、軽く叩いて押し込んであげると、そしたらね、あのこう三角になってるんで、こう倒れてたとしたらクッ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 と持ち上がってくるんで、ちょうどいいところね、ちょうどいいところで止めといてあげる。でこれ完全に接着してからねやっちゃうと、あの接着が剥がれちゃうんで、柔らかいうちにねやっておくといいかなと思います。でちょっとね修正、ここのね外側のカバーをこっち側の内側のカバーと貼り付けちゃった、流し込みね、流して見える、ぴったりつけてるよね、こんな感じでくっつけて、ちょっとね足の強度がどうしてもグラグラしちゃう感じがあったので、くっつけちゃってね補強にしようかなと。こっちからのね、磁気もねそんな隙間が空いてるわけじゃないと思うから接触はしてないと思うんだけどね、ほとんど隙間空いてないと思うんで、ここねくっつけちゃって補強にしようかなという感じかな。じゃあね、もう脚をねつけちゃったんで、ちょっとしばらく触りたくないので、プロペラ周りをねちょっと組み立てていこうかなと思います。プロペラをね、プロペラはエンジンの方にねポリキャップが入ってるので後付けなんだけどね、こんな感じでできてるので、これをねガバナーとスピンナーとつけておこうかなと思います。でもこの時代ってガバナーってあんのかな、まあわかんないけど、こっちがねガバナー、これ先端がねスピンナーで、こうなるよと、こうなるよという感じかな。プロペラはね、メインはこの真ん中でつけることにしようかな。ここにぐるーっと塗っておいて、でここね、あのプロペラを受けるねこう丸っこい溝になってるんで、そこに合わせて乗っけてあげると。もちろんここでも接着できるんだけどね、接着流し込んでみる、ちょっと目立ちそうなんだよね、流し込みをちょっと。じゃあスピンナーの方もねくっつけていこうかなと思うんだけど、ちょっときついからどうかな、この軸のところに接着剤を塗っておいての、はめのキュッとキュッと、これで一体化されました。結局さ、あのプロペラとか頑張って塗ったけどほとんど見えないんだね、チラッとチラッと見えてるぐらい、だから真ん中はそんなに塗らなくてよかったみたい、端っこだけね綺麗に塗っておけばよかったみたいです。これでねプロペラできました。まあ今つけちゃうとねあれなんだけど、で後でねここに差し込む感じだね、まあもちろんカバーをつけた後だけどね、エンジンナセルをつけた後だけどね、中にポリキャップが入ってるんでずっと刺すだけという感じかな。ということでね、まあ今回はここまでにしようかなと思います。っていうのが、まあ足をねつけちゃったんで、足をつけるとね、あの作業してるとね足がポロ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 取れちゃったりとか折れちゃったりすることがあるので、しっかりね固まるまでこのままね置いておこうかなと思います。ということでね、まあ割とねもう塗装とかもほとんど済んでいるし、まあタッチアップとかはあるけどね、まあ完成もね間近なんじゃないかなと思います。ということでね、この動画面白かった、また見たいっていう方はね、グッドボタンとかチャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いします。コメントの方もねいただけると嬉しいので、気軽に書いていってください。